採れたてミフォファーム通信。はい、どうもこんにちは。採れたてミフォファームからお届けしています。先日インスタの方でも一応ご報告というような感じで投稿したんですけれど、このミホファームですね、来月いっぱいというか、来月の初めぐらいには、閉園するということになりました。ちょっと引っ越しして私以外のメンバーみんないるんですけど、ちょっとね、遠方少し遠いんでね、で、広い畑なんで人数いないとやっぱりちょっと維持も大変っていうことで、一回区切りをつけようということになりました。なんで、ちょっとね、これからどんどん更地になっていく様子っていうのかな、それを記録に残していきたいなと思っています。でですね、この間も芋掘りが終わって、さつまいもはもう全部なくなってて、今残ってるのはいちごとか、あとあれは黒豆ね、だいぶ虫にやられちゃったんであれなんですけど、黒豆とか鷹の爪がね、すごいよねこれ。本当夏ですかって言いたくなるぐらい、未だにまだこんなにね、わさわさに大きく、これもうまだなんなら花まで咲いてるっていう。これ抜くのもったいないけど、でもあれかな、青いのを抜いて葉唐辛子とかにするといいかもしれないですね。そのまま置いとくと赤くなるのかな、なるかちょっとわかんないけどね。でピーナッツももう全部抜き終わってて、この辺ももう四角豆もすごいことにドルンドルンになって、もうでももうすぐ終わりかな、花もまだ咲いてるか。でもちょっとね、取れそうなのももうちょっと成長したら取れそうかな。急に最近寒いから、わー巨大化している、いで巨大化、ちょっとあんまり巨大化するとね、硬くて食べれないからね。インゲンもなんか死っていう字になって、インゲン本当死。おお、綿もちょっとあれだな、だいぶ炸裂してますね。ホワイトコットンが全部ちょっとね、和綿だからちょっと綿だけさっき取ろうかな。なんかそのコットンあれだな、色が薄い、見てベージュ、いやマジほら、この茶色いのと明らかに違う、この木だけ全部ベージュ、わなんか珍しいなね、突然変異かな。うん、この木だけ色が薄いわ、へえすごい可愛いな、茶色も可愛いけど、去年植えたやつが白と茶色が混ざってベージュになったのかな、それでベージュの株ができたのかな。ね、であともう何株かね、里芋が残ってるのと、空心菜まだ枯れずに残ってますね。そしてもう誰もいない
トウモロコシハウス。これも黒豆かな。すごい。わあ、いっぱい何かしらの虫がいるよ。わあ。ちょっと捕獲するか、虫ね。まあ今更感もあるけど、この辺は残砂ですね。ピーナッツの虫が、ピーナッツの残砂。ピーマンもう終わりだけど、それでもやっぱりまだ実がなっている、なってますね。長いこと持ったな、ほんと。ししとうがもうなんかすごいんだけど、これ何これなんでこんなことになるの曲がりすぎじゃないこれ、ちょっと上向いてんだけど、これね、ウケる。はい、であとはバジルと、わすごいな、ミニトマト。これでも赤くなんのかな、ならなそうだよね。プルルンはほんと強かったな、あの今のミニトマト、プルルンっていう種類のやつですね。あ、菊が咲いてる、かわいい、花火みたいなさ、菊ですね。うん、そんな感じかな。ジニアももうだいぶ終わりって感じですね。いやー、ちょっと片付けるの大変そうだけど、頑張って片付けましょうかね。ハーブをもう実はもう結構前に掘り返してたんだけど、ハーブを掘り返す動画、この後お届けしたいと思います。そっちのラベンダーは全然大きくなってないね。日陰すぎたかな。なんかちっちゃかったとこからはもちろん大きくなったけど、こっちの押されたね。半端ない、みんなで押さえて。ラベンダーの移植大作戦中です。ちょっと一株が大きすぎるから小さくします。これでもこの切った枝もう持って帰りたいな。上をね、上だけ綺麗にしてね。あんな小さかったのにね。これより小さかったの。一株多分700円ぐらいだった気がするよね、あれ。あの名前、お家でやってもこんなになんないんだよね。なんでこんなにここで大きくなったの。気候があったのかな。そうかもね。意外とさ、立派なのかって、来年もずっとこれは咲き続けてくれると思っても、どっかで飲めるの。そうなんだよね。うちもちょっと寒いのよ、ここより。あ、でもちょうどいいかもしれないよ。北海道なんかでさ、ラベンダー育ててるじゃない。下の売り方がマジで。ちょっと先生たちが今度ハーブに取り掛かりました。ここ、ね、どこ落とす。これ下がってる。一回り小さくなったね。それでもさ、春に咲いたら相当ラベンダー咲くよね。切ってるよ、結構。大丈夫かな。ね、そう、ちょっとすごく大変にしたんだけど。ちょっと植えた時、あのネメデールとかさ、あ、そうだね、やった方がいいかもね。あれまだ残ってたんじゃない、 あるっけ、ね、もうない。ネメデールはもうないのか、あの枝豆で使っちゃった。そっかそっか。なんだっけ、あれ鉄分なんだっけね。FE プラスとかっていう化学記号あんまり伸びていかないんだなと思って。だからやっぱり剪定バサミ借りている毛虫が、毛を飛ばすんだよね。そう、毛を飛ばす子が
そう、いるだけじゃなくて、触らなくてもそう。こういう椿が多くて、うん、子供たちに遊んでる間に、うん、お母さん待ってるところに大体風で飛んできて。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、新しくカメラを変えたんでシネマティックモード iPhone の使ってみてるんですけど、ちょっと鼻一つにピント合わすのあれだな、微妙だな。うんね、ではまた今度、次回はみんなで作業する予定なので、その様子をお届けできたらなと思います。ではまた。